伊藤線。伊藤線は、静岡県熱海市の熱海駅と静岡県伊東市の伊藤駅を結ぶ東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。熱海から伊豆半島東岸を走り、伊藤に至る路線である。熱海駅では、東海道本線と東海道新幹線に接続し、また、伊藤駅以岸では等路線を延長する形で、 伊豆急行線が伊豆半島南部の下田まで伸びており直通運転が行われている。東京方面から東海道本線を経由して多くの特急列車が乗り入れ観光路線としての役割を担う。定キロポストはクルミ駅に置かれているが正式な起点は線路名称上の起点である熱海駅となっている。そのため熱海駅 クルミ駅間は並走する東海道本線との重複区間である。ただし、東海道本線上にクルミ駅のホームはない。日本国有鉄道、国鉄の路線として、初めて列車集中制御装置、CTC を導入した線区である。伊豆高駅網代駅間のカーブはほとんど半径300メートルから400メートルである。また、宇佐美駅伊東駅間は、 山地が迫る海岸沿いを走る。全線の約3割がトンネル区間だが、沿線は伊豆半島特有の軟弱地層のため、大雨が降ると土砂崩れの危険性が高く、しばしば運転見合わせになることがある。当線のクルミ駅伊東駅間は単線ながら、全駅で行き違い可能となっているが、ほとんど Y 字分岐のため進入時に減速を余儀なくされる。 先に普通列車が停車していても通過する特急列車が運転停車することが多い。旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間および IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。静岡県内を通る JR 線で唯一県内で完結する路線でもある。また、 静岡県内で JR 東日本が管轄しているのは東海道本線の丹那トンネル伊東と東路線のみである。旅客案内で使用される本系統のラインカラーは媒体によって2通り存在している。東京近郊路線図、現在の路線ネットワークでは東海道本線の延長的な扱いとしてオレンジを使用しており2018年11月に 導入された駅番号も東海道本線の延長として設定されているため同じカラーを使用している。一方、各駅に掲示される運賃表やスマートフォン向けサイト、JR 東日本アプリにおいては緑を使用している。駅構内の旅客案内では両方の表現が混在している。全区間が JR 東日本横浜支社の管轄となっている。 伊東駅で伊豆急行線と、熱海駅で東海道線、東京方面とそれぞれ直通運転を行っている。東海道線、東京方面と伊豆急行線を結ぶ、特急、踊り子、スーパービュー踊り子、リゾート踊り子、マリンエクスプレス踊り子が運行されている。このほか観光列車として2016年7月16日から、小田原駅伊豆急下大期間で臨時快速。 伊豆クレイルが、土休日中心に一往復、2017年7月21日からは、東海道本線横浜駅伊豆急下田駅間で、ズロイルエクスプレスが運転されている。普通列車は、早朝と夜間は、熱海駅伊東駅間の折り返し運行となるが、それ以外の時間帯は、伊豆急行線へ直通運転を行う。東北本線、宇都宮線、 高崎線に直通する上野東京ラインや品川行きの広志列車が1日を往復直通しており、この列車にはグリーン車が連結されている。東海道線直通普通列車は日中にも設定されていたが、2012年3月17日のダイヤ改正以後は夕方以降の直通が中心となっている。 2014年3月14日までは、熱海発伊藤行きのグリーン車連結普通列車は6本あり、うち1本は伊藤駅で折り返して特急、踊り子になっていたため、185系で運用されていた。なお、2013年3月15日までは185系運用も東京発であったが、運用の見直しで熱海発湯河原駅から改装になった。 東海道線東京方面から直通する普通列車は伊豆急行線には定期列車、臨時列ともに直通していない。日中の運行間隔は不規則で1時間に1から2本の運行である。熱海駅では1番線を伊東線列車折り返し専用として使用している。東海道線直通列車は下り列車は1.23番線。 上り列車は3.4番線を使用する。道路線では、JR 東日本の車両だけでなく、伊豆急行の車両が道路線に乗り入れている。道路線では、東海道線と直通運転を行う、特急列車、普通列車のみが、JR 東日本の車両で運用され、それ以外の列車は、伊東線内完結の普通列車を含むすべての列車が、伊豆急行の車両での運用となる。 すべて電車で運転されている。特に記述なければ普通列車用。柿以外にも様々な車両が、団体列車や臨時列車で、これまでに入線している。所属車両基地は運用当時の名称で、は、運用期間中に転属があってもの。多町電車区、多町車両センターは、現、東京総合車両センター、多町センター、勝田電車区は、現、勝田車両センター、 新前橋電車区は、現、高崎車両センター。もともとは、熱海駅下田駅間を伏線で結ぶ計画であったが、浜口友好の緊縮財政政策により、熱海駅伊東駅間のみが単線で建設されることになった。伊豆半島独特の海岸に、山が迫る険しい地勢、断層、軟弱地層などで開通には苦労を要した。 宇佐見トンネル掘削時の温泉有出などは、同時期の清水、丹那トンネルなど、最新の掘削技術が、フィードバックされた。1938年、昭和13年に、熱海駅伊東駅間が、全線電化で開通した。観光路線として全通するとすぐに、東京駅からの直通列車の運転が開始されている。年、昭和年には、 伊藤駅伊豆急下田駅間を結ぶ伊豆急行線が開業し、同線との直通運転も開始された。当時は伊藤駅に田町電車区伊藤区があり、同駅にて増解決を行っていた。2003年、平成15年に小野田線で最後の運用が終了した、雲葉42001も1950年代に伊藤線で運用されていたことがある。 国鉄時代より複線化計画があったが、熱海駅、久留ミ駅間の線像、複線化、新大山トンネル、新宇佐見トンネルの建設、線路切り替え、網代駅、宇佐見駅間の路盤改良工事のみを実施したところで、凍結れた。再整備して使用する計画であった、旧宇佐見トンネル等は放置された。地元で複線化の構想が長年続いたが、2003年、 平成15年に伊藤副線科規制同盟会は解散した。熱海駅と伊藤駅を除いて、各駅とも無人駅でタッチパネル式の自動券売機が設置されているが、無人駅では早朝と夜間は自動券売機は稼働しないため乗車駅証明書、発行機が設置されている。駅によっては稼働していない時にはカバーがかけられる。熱海駅と伊藤駅を除いて、 自動改札機の設置はない。代わりに IC カード用簡易改札機が4駅に設置されている。1992年、平成4年より全駅に駅自動放送や発車メロディが導入されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。